この動画で24個一気に開けます。すごいこち亀の量産に見えます。皆さんこんにちは、ジェイソン・アルグブルでヒラヒラ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらレゴシティアドベントカレンダー2020年バージョンです。はい、今回の動画はこちらをレビューします。はい、今年もレゴのアドベントカレンダーをレビューする日が来ました。今回はレゴシティのアドベントカレンダーを購入しました。本来でしたら2020年バージョンのレゴスターウォーズのアドベントカレンダーも一緒に買いたかったんですけど、買おうとした時にめちゃくちゃ値上がりされてて買えなかったので、今回はレゴシティだけになりました。で、今年は去年のように日ごとに撮ろうと思ってたんですけど、ちょっとどうしても撮影する時間がなかったので、この動画で24個一気に開けます。最近僕レゴシティ買ったのはアイスクリームワゴンなので、今のレゴシティってこんな感じになってるんですね。箱の上側はこのようになっています。今のレゴシティってこういうキャラクターがいるんですね。すごいな。はい、箱の後ろはこのようになっています。はい、では開けます。せーの、よっと。おー、今回はこんな感じになっています。では今から1から24一気に開けます。まずは1日を開けます。はい、1つ目はこちらです。これはボートです。では続いて2つ目開けます。はい、2日目はこちらのミニフィグが入っていました。では続いて3日目です。3日目はこちらの警察署が入ってました。では続いて4日目開けます。4日目はこちらのトラックが入ってました。では続いて5日目開けます。5日目はミニフィグが入ってました。えらい物騒なものを持っています。では続いて6日目開けます。はい、6日目はこちらが入ってました。おそらくガソリンスタンドです。続いて7日目開けます。はい、7日目はヘリコプターが入ってました。はい、では続いては8日目開けます。8日目はクリスマスツリーが入ってました。では続いて9日目開けます。はい、9日目はプレゼントが入ってました。では続いて10日目開けます。はい、10日目はミニフィグが入ってました。では続いては11日目開けます。はい、11日目は消防車が入ってました。では続いて12日目開けます。はい、12日目は汽車が入ってました。はい、続いては13日目僕の誕生日です。はい、13日目は銀行が入ってました。はい、続いては14日目開けます。はい、14日目はバギーカーが入ってました。はい、では続いては15日目開けます。はい、15日目はトラックか警察車両か分かんないんですけど、まあ一応警察車両が入ってました。では続いて16日目開けます。はい、16日目はミニフィグが入ってました。では続いて17日目開けます。17日目は飛行機が入ってました。では続いては18日目開けます。はい、18日目は車が入ってました。はい、続いては19日目開けます。はい、19日目はミニフィグが入ってました。では続いて20日目開けます。はい、20日目はトラックかな、トラックが入ってました。では続いては21日目開けます。はい、21日目は荷台が入っていました。では続いて22日目開けます。はい、22日目はボートが入っていました。では続いて23日目開けます。はい、23日目はトナカイとソリが入ってました。ではいよいよ最後24日目開けます。はい、24日目はサンタクロースが入っていました。はい、レゴシティアドベントカレンダー1日から24日目を一気に開けました。今回のアドベントカレンダーは去年のと比べてちょっとパーツがなんか多くなってる気がします。この中で一番大きいのはこのバギーです。はい、では今から24個一気に組み立てます。
はい、すべて完成しました。今回は乗り物や建物が多いシティ系にしました。アドベントカレンダーで作れるものって、まあ、小さいですよね。はい。で、乗り物系に関しては、今まで発売されたモデルを小さくしたと言っても本当にいいです。実物に関してはカタログで結構見てますけど、これは再現度めちゃくちゃ高いです。全部一気に紹介するのは結構大変なので、今回は簡単にまとめて紹介したいと思います。はい、まずはミニフィグから紹介します。全部で6体入っています。後ろ側はこのようになっています。そしてこの4体のミニフィグはリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように顔を変えることができます。どうでもいいんですけど、一番左端のミニフィグ、すごいこち亀の量さんに見えます。24日目に作れるサンタさんなんですけど、なんかいつもより、なんか若い気がする。顔パーツ以外、去年のサンタさんと一緒です。僕はどっちかというと、去年のサンタクロースの方が好きです。はい、ミニフィグはこんな感じです。はい、では続いては建物です。左がガソリンスタンド、真ん中が銀行、右が警察署です。はい、ガソリンスタンドはこのようになってます。はい、続いて銀行はこのようになってます。はい、警察署はこんな感じです。建物系のパーツは小さいんですけど結構よくできています。はい、では続いてはこちらのトナカイとソリとクリスマスツリーとプレゼント2つです。クリスマスツリーは小さいながらよくできてますけど、一番左のトナカイめっちゃ雑ですね。トナカイに関しては全部で6ピースで作られてます。めっちゃ手抜きですね、これ。でもやっぱ角が結構すごいのと、鼻が赤いというところがやっぱトナカイらしいですね。トリに関してはめちゃくちゃ完成度が高いです。後ろにプレゼントがあります。ツリーの全体はこのようになってます。クリアパーツがあって、一番上に星のパーツがあります。プレゼントに関しては去年のアドベントカレンダーとほぼ一緒のものです。はい、では最後は乗り物を一気に紹介します。まずこちらの20日と21日と22日に作れるこの3つが合体して、はい、このようになります。今回のセット結構実物に近いように頑張って作られてます。あ、これすごいな。はい、続いても車系です。このモンスタートラックだけ転がし走行で遊べれます。それ以外のタイヤは全てフェイクとなってます。そうそう、こちらのレースボートという走車もタイヤはフェイクになってます。では残りの4つも紹介します。まずボートに関しては海の探検隊の海底探査船です。真ん中の飛行機は色的にポリスの、ジェットパトロールか空のポリス司令基地のものだと思います。でヘリコプターに関してはレゴシティのポリスのヘリコプターの追跡のヘリコプターだと思います。最後の列車なんですけどレゴシティトレインの貨物列車です。去年レゴクリエイターエキスパートでジンジャーブレッドハウス組み立てたんですけど、あれに入ってくる列車全部連結されてたんですけど、今回はバラバラになってます。はい、付属する箱はこのようになってますので、今回入ってる24個のキットを並べるとこんな感じです。去年は雪山で、今回はこのように道路や線路や海があるので、こんな感じでディスプレイすることができます。はい、近くで見るとこんな感じです。いや、これはすごいな。こういう海もあればこういう線路もちゃんと再現されてるっていうところがやっぱ本当にすごいな。いや、今年のアドベントカレンダー本当にすごいです。はい、レゴシティアドベントカレンダー2020年バージョンはこんな感じです。
はい、ということで、レゴシティアドベントカレンダー2020年バージョンを一気に組み立ててレビューしました。家具とかが多い家系でなくて、今回は乗り物系の多いレゴシティにしました。動画で説明したんですけど、箱がディスプレイスタンドになってますので、このように飾って遊ぶこともできます。これ考えた人本当にすごいです。かなり先になるんですけど、来年こそはレゴスターウォーズのアドベントカレンダーをレビューしたいと思います。2020年のアドベントカレンダーはとても良かったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければ、グッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー。イエーイ。